今回は新年度に向けて漢字指導をね、どうやってやったらいいかっていうお話をします。私はずっとこの赤猫漢字スキルっていうのを使ってきました。三村教育図書ですね。同じような教材ね、いっぱいあると思うんですけど、この赤猫っていうのが一番いいんです。何が違うかって言いますとね、これ漢字練習いつやるかの問題なんです。で、授業中にやるためにはこの赤猫漢字スキルが一番いいんです。授業中にやらないとダメですよ皆さん。漢字指導ってまさか宿題とかにしてないでしょうかね。宿題にするのはね、もうね、流行遅れです。宿題今ね、保護者の方もあんまりね、出さないでくださいってなってますし、漢字の指導ってね、学力の基礎ですからね、これは責任を持ってね、授業中に教えないといけないということですね。そのためにはこの漢字スキル、赤猫漢字スキルっていうのを使います。使い方をね、これから紹介しますけども、使うとどうなるかっていうことで、結果を先にねお話したいと思いますけど、これ私が指導してたクラスのね、37人いましたけども、ここがね、4月の一番最初、漢字ね、進出漢字練習してテストをしたのが4月11日になってますね。で、これちっちゃくて見えませんけどね、私読んでみますね。100点、100点、100点、100点。ずっと100点が続くんですね。90点の子も中にはいましたけど。平均点はまあ90何点とかっていう感じですね。これ毎回テストの点数をこうやってつけてました。もうほぼ、大体見えるかと思いますけど、ほぼみんな100点です。95点か98点ぐらいで、これ一番下学級の平均点ですけど、平均が95か98ぐらいですね。これがずっとあって、2学期になるとさらに100点増えますから、もうほぼ全員100点っていう感じになります。これが赤猫漢字スキルを授業中に使うとこういう風になるってことですね。で、使い方ですけども、大きく分けると、指書き、なぞり書き、写し書きって、この3段階です。授業中の練習をこれしないといけないってこと。これ宿題に出すと、これやらないですよ、子供たち。指書き、この順番守るなんてね、忙しい、早くゲームしたいからって。だから授業中にやるんです。授業中だと、この3段階を守りますね。で、このスキルっていうのは、この漢字の練習の仕方を身につけるため。だから授業中にこれを身につけさせるってことなんですね。で、指書き見てみますね。机の上にこう指で書くとかって、これありますよね。ポイントは机の上にちゃんとしっかり指をつけるってことです。宙に浮かせないでね。ちゃんと指のこう、ついてる感覚、指が動いてるってことで脳が刺激されますからね。それから筆順を唱える。声に出してですね。あ、戻し。声に出して唱えないとダメなんです。山だったら、1、2、3って書きますよね。2、1って画数がね、曲がるところは2、1って言うときも伸ばしますよね。だから声に出すっていうのがとても大事になります。で、みんなで、周りみんなで声に出してますから、揃うんですね。で、一斉に揃っているっていう感覚、みんなで声を合わせて、声を出してるっていうのは、これ学級経営においてとても重要になります。特に4月の一番最初の授業、漢字の指導の時に、1、2、3ってみんな気持ちよくなるんです。あ、勉強してる。で、先生ちゃんと教えてくれてる。これはいいクラスだっていう風な風土が出来上がるんですね。ですから授業中に漢字の練習をするっていうのはとても重要なんで、それをね、宿題にしちゃうっていうのはもう宝をドブに捨てるようなものですね。で、鉛筆を持たない。当然ですね。指書きですから。中には鉛筆持ったままこうやって指で書こうとする子いますけど、鉛筆は机の上に置きます。ちゃんと最初に指導しないといけませんね。で、最後のポイントが、覚えるまで指で書く。覚えるまで鉛筆持たないということです。すなわち。ね。これが指書きです。ですから、ここは何度もやります。変化をつけてやりますね。はい、机の上で。ここ、大きく漢字書いてますよね。起きるってここにね。この大きい漢字の上で最初は指書きするわけです。そしたらどの子もできますよね。で、ちょっと慣れてきたらスキルの脇、机の上でやるとかね。で、ちょっと慣れてきたら先生の黒板に向かってとか、空中に空書きとかって言いますけどね。で、お互い隣同士とかね、いろいろ変化つけて指書きをたくさんやります。それから鉛筆も出せる。で、鉛筆も出せるときもなぞり書き、ここにね、順序書いてますから、これなぞればいいから気持ちよくみんな上手に書けますよね。で、このときも唱えるってことです。ね、筆順書いてますね。で、写し書きって、これ徐々にね、スモールステップで。で、これ回数が少ないですよね。これもポイントです。わざとこれ回数少ないんです。中には漢字ドリルといって回数がたくさんある。昔ね、ノートにたくさん同じ字書いてましたけど、あれで学力身につきましたか？苦しいだけ漢字嫌いになっちゃいますよね。これは少なくて済むんです。どうして少なくて済むか分かりますか？そうです。指書きもたくさんやってるからです。ですから鉛筆持って書くっていうのはね、このぐらいの回数でもう十分なんですよね。
ね、で上にお手本ありますからそっくりに書くんですよ。ここはだから雑に、授業中ですから丁寧に書こうとします。みんなと一緒にね、あの緊張感持ってやってますからね。最後はお手本見ないで書くってことです。お手本こう距離がありますからね、下に行くほど、ね、だから見ないで書け、見ないでって徹底して見ないでって意味じゃないですよ。見ないようにして書けるかなっていう感じです。これがこの3段階のシステムですね。でこれがあの進出漢字、大体 1日のうちに4つぐらい扱います。そうするとあの、ね、もう年度末最後はあの2学期中に終わるかもしれませんね。最後復習、3学期は復習みたいな感じでいいペースでやれます、ね、半分ですね。 これいっぺんに何個もやらないってことですから、この半分だけでいいってことですね。今のやり方で2日目は残りの半分をやるってことで、3日目はテスト前の練習です。プレテストとも言いますけどもね。そして本番テストです。この本番テストは2つに、2段に分かれてます。これあのどうしてか分かりますか。ここもね大事なポイントなんですけど、上の1段目だけのマスを使うってことです、テストの時に。で下の段はあのテストの時間違った漢字だけをね、3個間違ったら3個だけ再テストするってことですね。でこの再テストが終わ、再テストってすぐ終わりますから、再テストの日にまた1日目の最初の4個をやっちゃうんです。ですから5日目と5あ最初の日と5日目はあの同じ日です。同じ日になるってことですね。そういう順番で進んでいくってことですね。さあこの練習ページのところをね細かく解説していきますと、これ3段になってますね。一番上はこうなぞるだけです。で横に進むんですよ、横に。同じ字何回もやるんじゃないんです。ここは一通り、どうしてか分かりますか。あの時間がね遅い子は時間かかるんで、こうやあのこう縦に進んじゃうとよあのこの辺ぐらいで終わっちゃって、8、9、10がね手つかずで終わっちゃうっていうようなことがあるので、こう上から順番にやっていくってことですね。写し書き、次はあのもうあのなぞり書きできないんですけども、ちょっと上見ればこれ分かりますよね。で最後は一番最後、下の段はこれはプレテストっていう感じで、見ないでやってごらんっていう感じです。自分でですね、もう自立して自分であの自己調整学習ですよ、いわゆる。まあ上に書いてますけど一番下ですから、なるべく見ないでやってごらんってここでも言ってあげる。そうするとですね、この一番下の段にもあのひらがなって書いてあるんで、問題が書いてあるんですね。ですからこのもう下、一番下の問題だけを見ながらこのプレテスト3段目をやるっていうふうに自己調整できるってことなんですよね。でいよいよテストですね。テストはね2分ぐらいで終わっちゃいます。で大事なのは交換採点ってことですね。これができない若い先生がいるんです。え、友達、子どもたち同士で採点させていいんですか、間違ったらどうするんですかとかっていう、いや友達同士で採点するから、あ答え合わせの時にあのちゃんと人様の点テストですからね、ちゃんと答えを見ながら答え出して採点してあげるんですよっていうのを、これ最初の段階であの厳しく言ってあげます。これね、あのお友達のね、お隣の人のテストだから、ちゃんと答えを出して丁寧に丸をつけてあげてください。合ってるかどうかきちんと見て、どうしてもこれ丸にしていいかどうか迷ったら先生のところに2人で持っていらっしゃいってこと、そういうふうなことを言ってあげます。ですから自己採点が、あ自己採点じゃない、交換採点というのがとっても大事になります。あの保護者の方に言われても、今言ったようなこれ繰り返し見ることにもなるので、ここで力がつくんですよっていうのを説明してあげればいいですよね。で点数発表できたら点数も発表してあげます。あの何点でしたか、教えてくれる人は先生に教えてくださいって言って、さっきのあのね教務手帳に書くわけですよね。何点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 って、ね、発表恥ずかしい人はあの先生のところに直接見せに来てねみたいな感じでね。そうするとあのね、後から職員室であの放課後に先生が丸付けして点数移すなんて作業はなくなりますよね。しかも子どもたちに力がつくっていうわけです。で次の日は再テスト、この下の段にあの1個間違って、昨日ねあのテストで1個間違った漢字があった人はその1個だけを書いて隣の人に丸をつけてもらう、ね、これ数秒で終わりますね。で間違った問題だけですからね、あ何を間違ったんだっけ昨日ってことで、あのここであのまたねあの思い出しますよね。1個だけ間違ったんだったらその1個ね、あの記憶に残りやすいですよね。そういうね仕組みもあるんですね。間違えた問題だけをやるってことですね。
でこれ裏にですね、このテストの裏には早く終わった子、もう最初から100点取っちゃったとかね、早く終わった子のための時間調整の問題があるんです。これ時間調整の問題ですからね、早く終わった人はやってごらんってことです。無理にやらせる必要はありません。これが赤猫漢字スキルの仕組みなんですね。この漢字スキルっていう言い方の元祖がこの赤猫なんですね。その後ね、流行っちゃったもんだから、いろんなね、出版教材会社がね、スキルって名前つけましたけども、今言ったようにスキルっていうのは漢字の学習の仕方を身につけるっていうことなんですね。で、大事なのは授業中にやるっていうことです。で、なぜ授業中にやるかってことを今日詳しく解説しました。ですから、赤猫漢字スキル一択っていうことですね。私が教務主任の時はですね、全学級12クラスありましたけどね、全学級でこの漢字赤猫を使っていました。ですから学校中の、漢字のテストの採点点数も高かったと思います。本当にね、先生方もゆとりが出ますしね、ぜひこの教材これから選ぶっていう時は赤猫、三村教育としてですね、赤猫漢字スキル使ってみてください。今回は以上です。